ジョニーウー。ハロー皆さん、ジョニーです。マキレコの主人公玉木いろはも水着姿があるんですよ。知ってますか？確かゲームがリリースされてからの翌年2018か19年くらい、結構前に出たんですよ。なので新しく参入したプレイヤーは多分その子を持ってない可能性がありますね。まあ夏なので、今回は水着いろはの変身シーンとベルトマギアを整理しましたので、みんなと一緒におさらいしたいと思います。では早速、まずは彼女の変身シーンに入りたいと思います。じゃあ綺麗ですね。で、次は彼女のマギアを使っていきましょう。これと、一つは、足がついてなくても慌てずに、息継ぎのタイミングは練習通りに。うん、私、イメージの中でも泳げてるから。次の方もどうにかならないかな。はい、で最後は彼女のトペロを使いましょう。これと、じゃあ溺れそう。一応泳ぎ切れたかな。